名村大胆は日本の競争馬である。馬名の由来は冠名に土星の衛星、大胆。北海道新日高町の野坂牧場で生産。名村信重の所有馬となり、立党の大橋有希求者に予託された。2009年5月10日に京都競馬第2競争の3歳未勝利戦でデビュー。単勝70.2倍の10番人気であったが、4馬審査を、 つけて勝利。デビュー戦後は、間隔が空き、12月12日の阪神競馬第7、競争の500万下条件戦に出走、1、3、4馬身の差で勝利した。2010年1月10日の京都競馬第12、競争の1000万下条件戦に出走。ここで初めて一番人気に支持され、2馬身差をつけて、勝利する。続いて1月23日のラショモンステークスに、 出走、単勝1.8倍の支持が集まり、その人気に応えて1位、4馬身差をつけ勝ち、オープン入りを果たした。オープン入りしてからの初戦は4月3日のコーラルステークスで、ここでも一番人気に支持された。レースは、中段の前で追走し、直線でワンダーポデリオに3 1 2馬身の差をつけ勝利、し、これで、デビューから5連勝となった。 続いて5月29日のケヤキステークスに出走。ここでも単一1.5倍の圧倒的一番人気に支持され、レースは前で進めて直線で抜け出し、後続に11、4馬審査で勝利し、デビューから6連勝となった。重症初挑戦となった7月11日のプロキオンステークスに一番人気で出走。レースでは逃げる KI ガーベラの直後につけるも、直線では 逃げる K.I. ガーベラを捉えることができず、またサマーウィンドとの2着争いに競り負け3着に、敗れ、デビューからの連勝は6でストップした。休養を挟み、11月21日の、下月ステークスに一番人気で出走、後一一走も、直線で伸びきれず4着に敗れた。12月12日のカペラステークスではスタートで、出遅れて見せ場なく12着と大敗を喫した。 2011年1月15日のダイワーステークスでは、中段を追走し、直線で一旦先頭に立つも、外から追い込んできたダノンカモンにかわされ2着に敗れた。4月2日のコーラルステークスでは、中段から追い込んできたがセイクリムズンの3着。アハルテケステークスでも、中段を追走したが直線で伸びきれず5着に敗れた。リッステークスは、後位から追い上げたが、東方ドルチの3着。 オアシスステークスでは、道中5.6番手から直線で抜け出して1年ぶりの勝利を挙げた。プロキオンステークスでは好意を追走したが直線で伸びきれず6着。休養を挟み、10月8日のペルセウスステークスに一番人気で出走、中段で足を溜めたが直線で伸びきれず4着に、敗れた。11月13日の武蔵野ステークスでは、 道中5.6番手追走から直線で力強く足を伸ばし、先に抜け出したダノンカモンを捉えて重傷発制覇を果たした。2012年3月25日のマーチステークスでは道中行為で上手に流れに乗るが直線で伸びきれず5着。4月29日のオアシスステークスでは3番手の外に、つけると直線楽な手応えで抜け出し解消した。 5月13日の立冬ステークスでは、中段から直線で渋太く、足を伸ばすが大外から、A の下ファリダットに交わされ3着。6月9日のアハルテケステークスでは2着となった。続く、マイルチャンピオンシップ南部杯では、スタート直後に落馬し競争中止となった。この年以降入着はするものの勝ち星は挙げられず、2014年2月27日付で、 中央競馬の競争馬登録を抹消され、岩手競馬、水沢競馬場の村上正幸急車に移籍した。一席初戦の赤松杯を大差で圧勝し、武蔵野ステークス以来の重賞2勝目を挙げると、続くシアンモア記念、道の区大賞店とも2着に大差をつける圧勝で、岩手移籍後重賞3連勝とした。この後は、マーキュリーカップを予定していたが夏負けのため回避した。 ぶっつけでの出走となった南部杯と続く JBC クラシックのジャパン1競争2戦は共に6着だった。続く北上川大賞店をレコードタイムで優勝した。呉れの東華賞はコミュニティの2着に敗れた。2014年度の岩手競馬年度代表馬及び4歳以上最優秀馬に選出された。2015年4月11日の赤松杯から始動し連覇を果たす。 続く7月の岩崎賞、9月の西蘭賞も制して、3連勝すると、10月のマイルチャンピオンシップ南部杯に駒を進めたが13着と惨敗。その後11月の絆カップ、12月の東日賞を連勝しこの年を終えた。この活躍で2015年度の岩手競馬年度、代表馬に2年連続で選出された。2016年4月の赤松杯に出走し3。 連覇を果たす。続く試案も秋年も勝利して、健在ぶりを発揮する。半年の休養を挟み11月の絆カップに出走したが2着に敗れる。12月の10日賞を連覇しこの年を終えた。4連覇をかけて挑んだ2017年4月8日の赤松坂月は3着。このレースを最後に現役を引退。引退後は、北海道新日高町のアロースタットで、 タネボバ入りする。初年度3区は2020年にデビュー。8月6日、名古屋競馬場でブンブン丸が、3区初勝利を挙げた。同馬は2021年1月1日、新春ペガサスカップを勝利し、3区の重賞初制覇も達成している。2021年3月6日、阪神競馬第 1R で名称ホタルビが勝利し、3区の JRA 初勝利を挙げた。 主な3区、編集、ありがとうございます。